生放送じゃないよ。こんばんは。今日はですね、はい、夕方なんですけども、もう夜ですね。うん。もう最近暗くなるのが早すぎて早すぎてね。もうやだ。でですね、明日ね、しょうちゃんが校外学習なんですよ。なのでその前日なんですけど、ちょっとね準備ということでちょっと買い物にね来ました、はい、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。ゴッポンチョにするの。ポンチョにします。そうだね、ポンチョの方が楽だね。リュックこうやってしょってそうだよね。ポンチョにしましょう。はい、これ買っていきます。はい、家にあるドレッシングを持ちたいということで、はい、ありがとうございます。いっぱい入ってる。これ中に入れる。どういうこと？ドレッシングをこれに入れるんですけど、はい、それに入んないと思うのでジョーゴをね買いたいと思います。ジョーゴってすごいよね、これちゃんとこういうの売ってて素晴らしい発見。ベタ褒め。めっちゃ褒めてるじゃん。まあね、じゃーん、もうビッグって書いてあるもんね。どれくらい大きい？これがね、あのみんながいつも食べてるぐらい。あ、明治のチョコレート。これ大きい。でかっ。これも100円だよね。うん、100円。いいですか、買わなくて。いいです。はい、ということで10分前ですね、うん、はい、ね、あれ、結局こちらのバッグにしたの？そう、結局このダンスのカバンにして。ダンスのカバンにしたのね。 でもね、うん、出さないようにしてるんですよ。入ってるんですよ。あ、一応、え、大丈夫それ逆に。大丈夫、大丈夫、臭まないんですよ、うん、また変なとこに入れるとまたあれ消えたってなるから。そうだよね。何持ってくの？まあちょっと学校のものは見せられないかもしれないけど、まずポンチョです。あ、買ったやつね。もうこのまま持っていっちゃいますね。はい、このまま持っていきます、はい、で、次に上着です。あ、上着はね、上着は必需品ですよ。必需品。その上着いい？この上着めちゃくちゃいい。使いやすい。使いやすいです。で、あともう学校のファイルか、学校のファイルと名前書いてあるので見せられないんですけど、はい、健康観察みたいな。あ、そうだね、体温いつも測って。うんうんうん、紫色のファイルですね、この2つを。はい、それだけ。あとハンカチティッシュ。ああ、見せます。いいです。じゃあいいですよね。ハンカチティッシュ見せられても、ってなりますよね。ほんとこれぐらい。ほんと。あと明日お弁当と水筒を持ってマスクつけていく感じで、うん、なるほど。ほんと少ないよね。少ないね。うん、今回バスじゃなくて歩きで行くんで。そっか、歩きで行って、そのグラウンドからも現地解散なんで、歩きで帰るんですよ。そっか、だから荷物は軽い方がいいよね。確かにね、やっぱ。じゃあよかった、ね、よかった。これくらいがちょうどいいと思います、うん、はい、じゃあね、用意はこれで万全ですね。はい、はい、じゃあもうね、今日は明日早く起きなきゃいけないので、お弁当作りがあってね、ジョーちゃん自分でちょっと少しやってみたいということなんで、早めに起きてお弁当を作ります。はい、はい、ではもう今日は早く寝ましょう。もう9時だよね。もう9時過ぎたので、目標8時に寝る予定だったんだけど9時になっちゃったので早く寝ましょう。はい、お弁当の中身ですよ。実はしほちゃんがね作りました。はい、はい、あとおにぎり2つです。はい、でかい。中身は何ですか？中身は鮭とツナマヨです。リミがね残ったツナマヨを食べてくれました。で、箸ですね。で、お弁当がですね、はい、なんとこんな感じになっておりまして、サラダ、中身全部サラダです。下がレタスと、レタスとブロッコリーとセロリとトマトと卵です。あとこれドレッシング。卵焼きで自分でやったよね。
卵焼き自分でやりました、うん、あと爪も、爪も全部分で、ね、レタス全然、思った以上に入んなくて、うん、でもそれだけあれば十分でしょ、サラダどんだけ食べるのって話よ。トマトとね、ブロッコリーとね、あのね、はい、セロリもね、十分にこう入れて、でね、なんか先生がね、あのテーブルがないとこで食べるからあのおにぎり推奨してたみたいでそうなの、急遽ね、こういう形になりました。本当はね、うん、あのカレーにしようと思ってたの。そうしーちゃんの好きなね。そう、お弁当の時必ずカレーなの。幼稚園の時からお弁当の時カレー多かった、ね、カレー多くておにぎりにカレー入れる。そう、それ考えたんだけど、でもちょっとカレー入れるとべちょべちょになっちゃうかなと思ってやめました、うん、ではい、詰めましょう。みんなに惹かれるかな、カツサラダ弁当だって言われちゃう。そう、カツも入れなかったの結局おにぎりになったからね。水筒とお弁当、水筒2つですね。だって運動するんだよ水筒2本でも足りないぐらいガッツリいきますね、ガッツリ。あとこの水筒ともう1本あったら、うん、マジであのすごい安心なんだけど。まあ日本でも大丈夫ですよ、今日はこんな長い時間、うん、今日曇りだし大丈夫かな。そう、今日は曇りなんだよ、晴れじゃない。オッケー。オッケー。完璧よ。バッチシ。完璧です。用意できました、リックさんね。意味を知らないと違う。りんちゃんもね、もうすぐ校外学習があるんです。まだめっちゃ先だね。なかなか、うん、いいんじゃないですか。11月の終わりぐらい。うん。いいじゃないですか。はい。はい、ということで、今からね、学校に行って遊んでいきたいと思います。遊びなんですね。あ、でも語学学習なんで一応学習なんですけど。そうね。運動なんだよね、今回ね。遊んでいきたいと思いまーす。走るの頑張ってね。借り物競争だよ。借り物競争なの、うん、全員で借り物競争するの、うん、リレーっぽく。だから、うん、5か6人ぐらいをスタートして、うん、髪引いて、声出しちゃいけないから髪見せてさ。あ、そっか、声出しちゃいけないんだよね。なんか声出せないって盛り上がるのかね。だからさ、声出す人はマスクつけて走れって言われてるんですよ。ああ、そういうことね。そう、マスクつけてあと喋ろうかなと思って。来てかもーって。マスクしてれば喋っても OK なの。いってきます。いってらっしゃい。